肌の皮膚管理に行きました。ついて早々ついて早々皮膚管理、はい、チェックインする前にスキンケアをやってもらうために、今日は私たちはすっぴんです。でもやっぱ肌管理がさ、ちょっと日本と違うところだって、うん、やってもらいます。何やるんだっけな、ピーリングか。あ、めっちゃ痛い、ハイフやろうと思ったけどひよったのでやめますちょっとシステムがもう分かんないから、ちょっと待ってみます。ちょっとだけメイクして、お腹が空きすぎて吐きそうです。これツヤツヤじゃん、そういう感じだね。やばい、タクシーで寝てたから。すごいね、寝てたよ。もうね、着くなと思った。目の前だった。ここでいいの？ここでいいの？ここじゃないんじゃない？ブランドが、ね、寒い寒い寒い。定番のミョンドン餃子を食べたいと思います。おでんが。おでんがありました。シブリーミョンのスーパースター、うまい、安定にうまいんで、もう絶対食べたい。3年ぶりかも。よぎよー、行きます。これがミョンドン餃子のめちゃめちゃうまいカルクスとからキムチ500円ずつ、うん、かわいい、うん、かっこいいからさ、そうそうそう、2人でシェアした方が絶対いいよね。ご飯食べに行く予定があるから、ちょっと腹ごしらえします。うますぎる、うん、頼んだら33秒ぐらいで来る。分かる。もっと混んでる時もさ、めっちゃ早いよ。めっちゃ早い。一人でも入れるし。うますぎ。誰もいないプリクラ屋さんに来たんだけど、なんだここ。黒にしようよ。来ましたよ。え、ピンクがないのかな。うーん、まあいいか、別に。カラコンを買いましたけど。明日つけようよ。あ、そっか、明日つけてみる。ギャルじゃない？ちょっとさ、韓国来てカラコン買うとか、ギャルやん。昔さ、ポッチでやったよね。寿司グレーってね、今もあるよ。可愛かったよね。超可愛い。グレー超可愛い。超可愛い。だ、人気だからやっぱまだあるんじゃん。ポンユです。めっちゃおしゃれなお店がいっぱい。かわいい、かわいくない？今日はギョプサルを食べに来ました。はーいイエーイ。やろ？2階階段です。ちょっとそれ何？え、カメラ。マジ？なんか入ってくる、上に上がってくるときさ、なんか白い歯医者さんの顔やの。本当にさ、
なんか全然ほんといい具合にどっこもここ見ずに来てくれてありがとう、うん、はい、ご結婚おめでとう。はい、封して封して、はい、封してください。おめでとう。心境はどうぞ。心境準備した。連絡してして、そしたら買って、おめでとう。え、嘘でしょ嘘でしょ嘘でしょ。全然本当いい具合に、どこもここ見ずに来てくれて、ね、ありがとう。でコンビニに行こうかなと思ってコンビニに行きます。ホテルがコエックス の目の前のホテルで、コエックスも行きたいけどちょっとなんか広すぎてさ、韓国といえば GS よね。行きます。ねえ、ってかわいい。私がモデルをやっていたトウモロコシ茶、かわいい。コールドブリューのバニラクリームラテ、オーツがある。これ日本ではないですよね。これ私が一番好きなヨーグルト、2プラス1だから。これは私が大好きなおかゆ、あわびがゆ。お腹空いた気がする。さっき肉食べたよね。ラーメンも5分で。美味しいよね。これにする。これうまいし。ご飯食べに来ました。近くで調べて、なんか人気そうなところ、チョンナム栄養センターっていうらしい。韓国の現地の人しかいないです。本当ほぼ満席、外国の人一人もいない。あれ、あ、彩香好きになってたよ。やばい、私が永遠に食べ続けるやつ。なんかピーマンとキュウリの間、アバビガユ頼んだ。サムゲタンですね。おいしい。あ、思った。やばい、見てこの湯気。購入、ジムで着る服と彩香さんのピラティス靴下。やっぱさ、韓国のさブランドだからさ、色合いがさめちゃめちゃくすみ色で可愛いよね。うん、韓国のピラティスの服は一番可愛いって言うもん。ここで撮影したことあるよ。はよー、ジェントルモンスター。近くで見つけた激川カフェに入るよ。またプリクラ撮りに来たんだけど、あ、いいじゃん、グレーで。これで。どれにするか選ばなきゃいけないんだ。2枚しか出ないから。それいいなと思った、私も。
か。It fits right. We don't move too quick. Got hers, I get mine. We say, ooh, that's it. Ta-da! いい買い物。はい、全部必要なものです。ましたね。でっかー半紙がんまん、うん、パリパリ、はい、花がすごい。スクラブ買いました。じゃーん、イエーイ、美味しくれました。おそろい。現金を換金してもらったので、これで私たちは今から市場に行きたいと思います。カードじゃダメだよ。じゃあ行きます。やったー、いただきます。やばい、お土産に買いました。空港に来ました。ご飯